皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。5分で学習小6算数、今回は拡大図と縮図の書き方、これについて説明します。拡大図、縮図を書くとき、マス目がついている問題ではマス目の数を数えればいいので、ここでは辺の延長線、対角線の延長線を利用して拡大図を書く方法、辺をそのまま利用して縮図を書く方法、これについて説明します。では問題に行きます。四角形 ABCD の2倍の拡大図、四角形 EBFG を書きましょう、こういう問題ですね。ここに四角形 ABCD があって、この拡大図を書くとき、この辺を延長、対角線を延長、BC を延長したこういう線を書いておきます。そしてここでコンパスを使います。2倍ですから、まず AB のこの長さを測って、A のところに針を置いて同じ長さ、ここに印をつけます。ちょっとずれちゃいましたけど、同じように対角線の BD、 ここを測って針を D に置いて印をつけます。 BC も同じです。 BC も測って C に針を置いて、ここに印をつけます。これで AB の2倍の長さが B から延長したここの部分、同じように対角線の2倍の長さはここ、 BC の2倍の長さはここ、 B からここまでということになったので、これを結ぶとこのように、皆さんはここね、定規を使ってしっかり書いてくださいね。 ABCD、 この2倍の四角形ね、 EBFG、 これが書けたわけです。もし3倍のと言った場合ですね、もう一つこの長さをここ1回取ったら、もう一度ここに取りましょう。そしたらこれ長さ3倍になりますね。同じようにこの長さをここからもう一つ G のところに置いて、もう一つ取ってあげます。同じように BC の長さを1回2回とこういうふうに取って、これを結んであげたら、このように3倍の拡大図、これちょっとね、延長線足りなかったんですけど、書けるわけですね。こんな方法があるということを覚えておいてください。では、括弧2番です。三角形 ABC の2分の1の縮図、三角形 DBF を書きましょうと、こういう問題です。ここではコンパスは使わないで、定規で長さを測って縮図を書いていきます。三角形 ABC、このAB の長さ16センチ、BC の長さ20センチとなっているので、AB の長さの半分の8センチを B から測って印をつけます。で、ここの長さは8センチ。同じように BC の長さは20センチなので、その半分の長さを B から取ります。つまり10センチですよね。ここからここまで、10センチと。そしてこれを結べば、ちょっと重なっちゃいましたけど、このように2分の1の縮図が書けますね。で、三角形 DBF ですから、ここが F になりますね。三角形 DBF、 このように2分の1の縮図が書けるわけです。よろしいでしょうかね。拡大図の場合、コンパスを使って書く方法、縮図の場合、辺の長さを測ってそれを内側に半分にして印をつけて書く方法、こんな方法があるということを覚えておくといいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。